医学科学技術交流所所長博士のリムチャンゴさんもその中の一人です。リムさんは臨床医学で切実な懸案を多く解決して、国の科学技術の最高賞である2月16日科学技術賞を授かり、2017年の国家最優秀科学者技術者に選ばれました。20数年前、当時の平壌医科大学の博士課程を出たリムさんは、人体の物質代謝の過程に欠かせない必須微量要素であるセレンの薬理的効率を科学的に解明し、セレン応用薬品を次々と開発して薬学界の注目を集めました。交流所に勤めて以来、自らの新技術開発チームを充実させ、科学者に働きかけて数十種の効能の高い医薬品を開発する成果を上げました。またスポーツ選手の体力をアップさせる新たな機能性クリームと、肉体疲労回復、競技適応能力を高める空気インイオン発生器などを開発して、国のスポーツの発展に役立たせました。近年はキムチェク工業総合大学電子工学部の科学者と力を合わせて、臨床実践上の意義が大きい新たな眼球電気生理検査器を開発する研究に一度で成功しました。今もリムさんは人民の健康増進と国の医学の発展に尽くす一年に燃え、試作を重ね眼球に実践しています。キメソン総合大学平壌医科大学の医学科学技術交流所所長博士のリムチャンゴさんをご紹介しました。